エルスワース空軍基地は、サウスダコタ州ラピッドシティに位置するアメリカ空軍の基地である。B-1B 戦略爆撃機を運用する第28爆撃航空団が所在している。1941年にラピッドシティ陸軍航空基地として開設され、1942年1月から B-17 戦略爆撃機部隊が配備された。第二次世界大戦末期には、 爆撃機の乗員訓練基地となり、第二次世界大戦後は、戦闘機や偵察機の乗員も行われた。アメリカ陸軍からアメリカ空軍が独立後、新しい戦略航空戦力計画、ホブソンプランに基づき、1948年7月1日に B-36D を運用する第28爆撃航空団が再編成された。 1953年2月16日には、エルスワース空軍基地へ名称変更された。1957年6月から、B、B-52C 戦略爆撃機が配備され、B-52D、B-52G、B-52H と更新後、1987年9月25日に、B、B-1B 戦略爆撃機が配備された。 1994年4月にはカリフォルニア州キャッスル空軍基地から B-1B 戦略爆撃機を運用する第366航空団が移駐。1997年にはアイダホ州マウンテンホーム空軍基地へ移駐した。2019年3月27日、エルスワース空軍基地が B-21 戦略爆撃機の配備基地として選定され、 2020年代半ばの配備が予定されている。エルスワース空軍基地は石油製品、廃溶剤、放射性廃棄物等による土壌や地下水汚染により1980年8月に軍事スーパーハンドサイトに登録された。アメリカ空軍はアメリカ合衆国環境保護庁監督下で埋め立て地、防火訓練区域、工業区域、 爆発物処理区域を含む12箇所の汚染区域を浄化作業を実施、土壌掘削、地下水組み上げポンプと処理システムの設置、埋め立て地の被覆、フェンス及び標識等の設置が行われた。2007年には、地下水組み上げポンプと処理システムに代わり、現場還元処理が行われ、2016年現在、地下水のモニタリング等がされている。二千十四年二月、 アメリカ空軍は水性膜放消化薬剤による有機不素化合物汚染の可能性がある地点を12カ所発見し、基地全体で300の井戸がサンプリングされた。さらに、基地南端のサイトでの A 海海海による訓練に携わった元消防士らへの現地調査が2016年8月に終了した。ありがとうございます。